皆さんこんにちは、深田萌です。本日の萌の直トークですけれど、河野克俊前統合幕僚長にお越しいただきました。河野先生、よろしくお願いいたします。河野先生はですね、はい、防衛大を補欠で入って首席で卒業したという伝説があるというふうにちょっとお伺いしておりまして、はいはい、こんなミラクル卒業って普通あるんですか？まあ、補欠 であの首席というのも あそこ学科がそれぞれ分かれてますから、まあ、防大でということで機械工学科ですね、機械工学科で成績が一番良かったと。で、田島 あのあっち海ですから海上自衛隊の幹部構成学校に行って、そこは首席で出ました。ああ、そうですか、はい、すごいですよね。あのまた四次元ポケットを持つ男としてまたの名をドラえもんと呼ばれているというふうにも。いや、私は知ってませんけど、まああのまあ、姿形がそうだからということはないかと思いますし、なんかまあ、いろんなのこうあのアイディアというかポケットがあるから、だと言ってくれる人もいますので、あ、そういう意味でであればありがたいなと思いますよね。ですね、あの今回ちょっと河野先生にお越しいただいたんですけれども、ちょっといろいろ自衛隊のことですか、はい、教えていただきたいなと思いまして、はい、であのまずはですね、昨年の2018年10月国際観艦式で、まあ、あの韓国の方から自国の国旗のみを出して、まあ、旭日旗は出してくれるなというちょっと非常に失礼なあの対応があったんですけれども、まあ、その時にもあの毅然とした対応を取られたということで、はいはいはい、まずあれあの、まあ、あの基本的にあの自分の国旗以外をあげるなというふうに言ってきたんですが、まあ、実質、はい、あの狙ってたのは日本のいわゆる旭日旗、自衛艦旗をあげるなとこういう要求だったわけです、はい、でそもそもですよ、あの我々あの特に海上自衛官にとっては、はい、自衛官旗というのはもう誇りの旗でありますから、それを挙げるなんていうのは基本的にそれはもう誇りを傷つける話なの で、 そ, うですよ、ね、それも絶対にあの応じられないというのと、はい、それとやっぱりその軍旗とあえて言いますけども、はい、旗というのはそれやっぱ軍の象徴なんですよね。だからまあ、国益を担って戦争することもあるけども、しかしそこは喧嘩じゃないわけですよ。だからそこは国益になって戦う場合があったとしても、お互いの立場、特にそれを表している軍の旗というのは尊重するというのが、うん、この世界の、まあ、紳士協定、軍人の紳士協定のようなもんです。そうですよね。だから我々も韓国の旗は尊重しますし、北朝鮮軍の旗だって我々は尊重します、それはそこの組織のやっぱり名誉がかかってる誇りの旗ですからね、でそれで成り立ってるわけなので、そこのところが、まあ、全くそういうことを無視した要求をしてきたということについて非常に我々としてはまず理解に苦しむのと、それと、まあ、おそらく大統領官邸の方からの、まあ、指示だったとは思いますが、まあ、その要求に、まあ、韓国軍もおそらく、まあ、全く我々の世界からいけば非常識な話なので、はい、抵抗はしてくれたんだと信じてますが、しかし最終的にこれに優位ダクダクとして従った韓国軍に対しても、私としては同じ軍人としては、まあ、ちょっと不信感を抱いたということなんです。まあ、日本国民もかなり不信感抱きましたよね。はい、でちょっと自衛関係で説明させていただきますか、はい、そもそも海軍が軍艦機なんですね。で軍艦機がいわゆる旭日旗だったわけです。はい、うん、でそれで新しい海上自衛隊ができたのが昭和29年なんです。だからやっぱ9年間ブランクあるわけですよね。でその時にやっぱり新生海上自衛隊としてやっぱ新しい旗を作らなくちゃいけない、はい、でそれでやっぱりその軍に対してやっぱりネガティブなイメージを持っている人も多々いた時代でしたので、はい、やはりまあ、海上自衛隊としての新しい旗を作ろうとやっぱそういう話になったんですよ。でそれで、海上自衛隊で、まあ、特別の委員会を作って、米内画伯という、まあ、有名な画伯、あるいは東京芸術大学等にですね、やっぱお願いしたんですよ。そしたら、まあ、東京芸大もですね、この米内画伯も結局この自分としてはこの旭日旗のそのデザイン、こう光、この角度とか、まあ、そのいろいろあるんですけどね、はい、自分としてはこれ以上のものは考えつかないと。でこれよりこんな素晴らしい旗はないと。でこれより他のものを考案しろと言われても、それは私の両親が許さないと。という結論で、したって自衛環境時の防衛庁はそういう答申を受けて、はい、
新しい自衛艦機だけどもデザインは旧軍の旭日と同じものとするということを決めたわけですよ、はい、素晴らしい、うん、でそれを時の、吉田総理のところに、報告に行ったわけです、まあ、吉田総理としては、まあ、戦時中ですね軍から非常に、まあ、敵対された方ですから、まあ、これがあの吉田総理がうんと言うかどうかと、まあ、疑心暗鬼で言ったわけですよね。で吉田総理がねあのこの旗を見ればね世界中日本 の船であることはね世界中が知っていると、うん、で誠に結構であると、で今後とも良き海軍の伝統を引き継いで、うん、日本の開国日本の守りに励んでもらいたいというお言葉をいただいて内田総理がもう OK なんですよ。でそれで閣議決定してでちゃんと法律的にも規定された旗、で自衛官って護衛官が収、はい、あの収益するときには、はい、内閣総理大臣から自衛艦機を授与するという儀式もやって、うん、でそれを受け取ってあの護衛艦あるいは潜水艦がオペレーションに継ぐという、うん、こういう旗ですのでね由緒正しい下ろせなのというようなことは絶対にもう我々の、まあ、においては全くの考えられない受け入れられない話であるということなんです、うん、はい、まあ、失礼非礼の極みですよね。非礼の極みですね、うん、はいはいはい、本当に、まあ、でもまあ断固拒否されてもうあの行かれたというか、はい、そうです、素晴らしいと思います。でもあの韓国のその不信感を抱くようなその後の行動はその後もかなり続いて P1 障害期に対して、ね、2ヶ月後です。その2ヶ月後ですよね、はい、でまあ私としては今言ったように10月の時点で、まあ、ある種の韓国に対するちょっと不信感が芽生えたところが今度12月になってレーダー照射ということが起きたわけですよね。でまあ最初まあそれでもまあ友好国という位置づけでしたから、まあ、何かの間違いだろうということで、まず最初の報告を受けた時はそう感じました。ただ、次の報告を受けた時数分間にわたり複数回だと、うん、これはもうやっぱただ単に手違いじゃないという確信を持ち、でなおかつ P1 の上でこれはもうレーダー照射だということが大体分かったんですが、うん、ここは慎重を期してもう一回陸上で再検し、調査をしてで間違いないということでしたので韓国側に、原因究明と再発防止を求めました、うん、で謝罪は求めてないんです、はい、原因究明と再発防止を求めたの。 そして最初はいや間違ってやっちゃいましたと言ったのがその説明が納得いかずさらに問い詰めたらもうわけわからないような説明になって、そうですよね、で最後は日本が悪いとこういうことになってもう我々としては北朝鮮の問題もあるのでもうこの問題長引かすのは国益に沿わないという判断のもとこちらからの見解を述べて一方的に打ち切ったというのが、まあ、極めて後味の悪いあれなんですけどね。でこの P1 になぜレーダー照射をしたのかが未だにもってわからないと。いまだにはっきりとした理由は言わないわけです。そうですよね、はい、なんか噂だけが向こうはそんなことやっていないというだけ、でやっていないことは絶対こっちはもう証拠はつかんでるわけですから。ですからここも、まあ、今ちょっと韓国軍に対するですねやっぱり我々としてはちょっと不信感が、まあ、青瓦台 の大きな影響力があるんだとは思いますがね。そして、まあ、今ジーソミア問題につながっている、ね、こういうことです。ジーソミアって撤回するとかしないとかずっとこう韓国が一人相撲をやってるような状態ですけれど、あれって撤回されて日本は何か不利益はあるんですか。あれ2016年に締結したんですね、一回2012年に、まあ、寸前まで行ったんですけど締結1時間前に向こうはやめたって言ってやめたんですよ、でそれでまあいろいろ交渉してて、まあ、我々としては日米はやっぱりこの日韓のジーソミアというのが必要だということをずっと韓国に言っていって、で2016年にパク・クネ大統領が決断していただいて結んだ、したがってなくて一応やってはきてるわけですよ、ずっと、はい、なので、まあ、皆さんに申し上げるとすれば日本のミサイル防衛にとってはジーソミアがないからといって致命的に打撃を受けるということはないです。ただやっぱり情報はあればあるほどいいわけで、だからミサイルの分析であるとか、日頃 その北朝鮮の動向であるとか、そういうことによっては絶対それはプラスです。そう、あ、はい、そうですよね、はい、やっぱり近い方が、はい、よく見える、はい、見えるし、まあやっぱり北朝鮮に対する、まあ、韓国の独特のやっぱり情報もおそらく合うんだと思いますので、まあ、そういった面ではそれは日本にとってもプラスです。ただミサイル防衛にもう決定的にダメージがあってそれはないそれはないんですね、はいはい。
この韓国がもうずっとぐた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 こうやってきている中でどうやって韓国と付き合いしていいのかっていうのがちょっと、うん、でまあ、この今回のジーソミアの騒動を見てても、まずもってこの一連のね、この夏ぐらいからジーソミアをどうするかどうするかってなってますけど、もうこれ自体が北朝鮮に対しても誤ったメッセージをもう与えちゃってるんですよ、はい、でもこれ自体良くないということと、それと韓国がどうもこれジーソミアを締結しないということを、これを餌に使って貿易管理の問題、貿易管理、はい、あれを日本にとにかく譲歩させたいというか、もうあれを撤回させたいと、それにジーソミアを使ってるような気がするわけですよ ね、 そうですよね。でこれもね、もう全く筋違いの話で、はい、これとこれは全く別の話だし、そうですよね、で安全保障ってどう考えてるのかなと。だからこのジーソミアってやっぱり対、まあ主として対北朝鮮だよね。でやっぱ北朝鮮に対する脅威認識が同じであることがやっぱり前提になるので、だからこの北朝鮮に対する我々の認識と韓国の認識というのに、まあ、相当ズレが出てきてるのかなという気がします。むしろ北朝鮮に向かってますよね今、うん、でまあまあ、政権内の人もそうだし、政権与党の方々からも、はい、もはや北朝鮮は脅威ではないという声もありますからね、言ってる人も、はいはい、どういう意味で脅威ではないのか、まああれですよね、まあ、私はちょっと韓国の国会議員あるテレビの番組で韓国の国会議員の方が出てきたんですけど、与党の方が、はい、でその方が言われるには要するに以前の韓国の保守政権はことさら北朝鮮を脅威だと言い募って、そして国内の言論封殺であるとか弾圧をしたんだということなんですよ。で今や北朝鮮は我々にとって脅威ではないと、こういう、あ、以前のだからまあ、おそらくパク・チョンヒ大統領以下だと思うんですけど、その人たちが国内を、ね、引き締めるために北朝鮮をことさら脅威に仕立て上げたというのが、その国会議員が言われたんで、あ、こんなことも言うような観光になったかなと思って見てましたけど、かなり変わってきているっていうことですよね、以前よりは。うん、で現実にですよ、今核を持ち、バン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 ミサイル撃ってるんですね北朝鮮、はい、でこれがなんで脅威でないと言えるのかと。そうですよね、しかもミサイル技術が、その山口紀之さんというジャーナリストによると、その、まあ、最先端のミサイル技術をもう北朝鮮が持っているっていうような状態まで来ているのに、それでも韓国は結構北朝鮮に対して余裕というか脅威じゃないよっていう態度を取っていられるっていうのは結構不思議なんですよね、うん、だからそのミサイルとか核は自分たちには向けられてないと思ってるんでしょうね。うん、で今ミサイル技術って言われましたけど、今短距離については、まあ、トランプ大統領問題しないと言ってて、で、まあ、だからだと思うんですけど、今短距離のやつでどんどんミサイル実験やってますよね、で短距離とはいえ、例えばこの軌道を不規則に変化させるような撃ち方であるとか、昨日もその連射、はい、ものすごく短い間隔で撃つ、ミサイルの発射とか着々とその技術を開発してるわけですよ。で射距離については、短距離とはいえですよ、もう2017年の時点でもう射距離の実験はやっとるわけですから、はい、で最後はロフテッドで高い打ち方して、でこれをまあ計算するとワシントンまで届くかというようなことまでやってるわけですよね。だから今短いからいいという話ではなくて、この短い距離で着々と他のミサイル技術の開発を進めてると。だからもうそこはもう何て言いますかね、着々とだからミサイル技術は上がってるということが言えるわけですよね。